ーの、おかえり、ただいま、まつりちでーす。よろしくお願いしまーす。今日は、梅、見に行きます。イエーイ。はい、今日はですね、奈良県の月ヶ瀬に梅を見にやってきました。実は、ここ、なんですよね。最後までぜひご覧ください。はい、ということでですね、本日は奈良県の月ヶ瀬に行きたいと思います。そこではね、梅ソフトとか、梅プリンとか、そういうのがあるらしいので、食べに行きたいと思います。それ目的。はい。花見る君やろ。花より団子。ああ、どうも。すいません。行ってきます。爆睡しました。着きました。じゃじゃじゃ、咲いてますね。咲いてるの。咲いてる。まだね、五分咲きやねんけど。いたー。刺さった。どこでついた。刺さった。五分咲きやけど、ほら見て。咲いてる咲いてる。咲いてますね。あ、いいっすね。いいショットですね。ニューヨーカめっちゃ見てね、一緒に見てめっちゃ見られてる。実はですね、ここはパパのおばあちゃんの家なんですよね。はい、実は梅干し屋さんなんですよね。ということで、今日は梅干し屋さんを紹介したいと思います。どんな動画？まあ見てて。はい、こちらの小谷商店さんがパパの実家でございますので、ぜひこちらにね、お立ち寄りくださいませ。ではおいで。ではこちらの小谷商店の中に入っていきます。お邪魔します。いやー、いらっしゃいませ言うて。あらららら、ちっちゃいところに通ってほんまに出てる。あ、そうなのね。もうね、ここの梅干しが一番美味しいから、みんな絶対食べて。いろんな梅があるけど、私が一番好きなのはこの小梅。これが一番私は好きですね。で、このしそ漬けのこの梅もめっちゃ好きですよ。月ヶ瀬の名産。あ、月ヶ瀬の名産。梅をしそで巻いて砂糖ですけど、高級料亭とかでお茶を受けてる。あら、そうなんですね。いただきます。はい、月瀬漬けですよ。月瀬漬け。美味しい。美味しい。美味しい。甘酸っぱくて。ねえな。美味しいこれ。うんうん、うん。ぜひどうぞ。次はちょっと何味にしようかな。赤わたの。梅エキス。あ、知ってる？みんなこの梅エキスって知ってる？これな、めっちゃくちゃ酸っぱいね。まあ濃縮してるからね。え、何個分やったかな？これで3キロぐらい。これで3キロぐらい。これで3キロも？そりゃ酸っぱいわなっていうか。けどめっちゃ健康にいいらしい。そう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 。一回味見してみますね。はい、はい、どうぞ。それだけでも結構酸っぱい。まだ肩がいるの。口直し、口直し、口直し、口直しで梅干しで口直しなってね。酸っぱい酸っぱいやろ。今この動画見てるみんな、口の中酸っぱいやろ。これ好き。ああ、梅舐めたけな。美味しいな。これ絶対美味しいやん。美味しいな。ご飯50杯いけるこれで。ほんまに美味しい。食べ過ぎやろ。これめっちゃ美味しいから。もう大好き。もう、全部好き。全部好き。うん。ここ全部好きやから、絶対みんな来て。梅干し食べて育ったようなもんやからな。絶対に、絶対にいいから。今の時期、梅超見ごろやと思うし。
絶対にここ来てよ月ヶ瀬ね。今からあの花見行ってきますよ。はい、行きますよ。花見のテンションじゃないけど何ちゅうテンション。ここのすぐそこにあのさっきのお店あるから、ここのすぐそこよ、入り口ね。そうそうそう、はい。結構山道やからね。こんなの。ここ2軒目。ここはパパのねお店のね2号店なんですけれども、ここはなんと超絶眺めのいい場所でコーヒーとか飲めるっていうね、最高やな。ここ川と、うん、梅と、うん、お茶と、うん、美味しい。最高やな。でここはね梅ソフトとかもあるから、ちょっと食べてみる。食べてる、自分でやってみる。やってみる、やってみる。ちょ巻いてみようか。 OK OK やろう。姉ちゃん巻いてみていい。しゃあないな。特別なんでね、普段はやってないからね、これ特別に任せてもらいます。何巻ぐらい4になっちゃった。ちょっと危なそうね。大丈夫？じゃあもう出来たてサルトいただきますよ。いただきますけれども、ちょっと映えとるところで行きたいから。せっかくやから。はい、皆さん、私が巻いた梅ソフトでございます。こっちはいいけどこっち怖いっていうね。はい、最高。食べていい？美味しい。どんな感じ？うめえや。うわ。うん。めっちゃ美味しい。うん。めっちゃ美味しいわ。めっちゃ美味しい。絶対食べてこれ。めっちゃ美味しい。これ抹茶と梅と梅プリンもあるからね。ちょっと梅プリンも食べようかな後で。梅ソフト最高。ちょっとね進んでいくとパパのおすすめスポットがあるらしいので、あのパパについて行ってます。パパにさ似合う。そうやな、カモンやって。これはずっと長く咲くから。あ、そうなん。私どこ行った桜とガーブに行った。あー、それは最高やな。これでここが、うん、品種園。え、お、これが品種園。品種園ついてる。うん、いい、うん、3号店あるんや。これ3号店。いろんな種類の梅がここにはいろんなねあんねんて。語彙力。うわ、これすげえ、なんかボーって感じ。これボーって感じだね。全然語彙力ない。うわー、あれしだれ桜も、これもクレハシ、梅です。梅ですね、これ綺麗やね。あとこっちにも白い梅とか赤い梅とか。あらららら、こちら新種園でございます。何個、あ、これが梅橋取れる梅なん。まだ全然知らんかった。これ観光梅。観光梅、へえ。綺麗。まあ、モデルが悪いけどね。どういうこと？まあ、白でもいろいろ種類があって、うん、これやったら、うん、ガクが茶色い。ガクとは？この花の後ろ。あ、後ろが？茶色いでしょ？はい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 。確かに確かに、わかる。ね、わかるやろ？桜っぽい。そう、うん、これ見て、うん、これ中青い。青い。まだ咲いてないけど。あ、ちょっと緑っぽいんかな。そうそう、ここが緑っぽいな。これが青いから、うん、青っぽい感じに同じ白で。ああ、
あ、同じ白でもね。なるほどな。ちょっと黄色っぽい感じやもんな、こっちに比べて。うん、梅博士やな。だってずっとここで。生まれ育ってるから。梅を見て。梅博士やな。梅博士。降りてきました。またのお越しをお待ちしております。さあ、ここを降りてすぐの、ここ、小谷商店で、はい。梅干しプリン食べるわな。ありがとう。ここね、降りてからもね、梅ソフトとかね、バニラソフト、そして梅プリン、これね、新作らしいよ。これね、食べれるから絶対ここで食べてね。はい、お邪魔します。寒い時はね、店内でね、食べれるのでね。じゃあ、梅プリンいただきます。これかけて食べたらいいってことじゃ、うん、まずプリンだけ。そうや、確かにプリンだけど、うん、プリンも卵こだわってるらしいで。いただきます。うん、美味しい。どうやな、プリン大好きやから美味しいわ。じゃあこのまずシロップ的なやつをね、かけていただきますね。これ好みで、全部かけたらいいんかな。好みで、好み、あ、そうなの。一回どれぐらいのもんか。ちょっと食べてみよう。こんな感じ。あ、あ、うん。おいしい。青やん。あー、なるほど。プリンに梅。青やん。青な。え、おいしいわ。うん。おいしい。おいしい。うん。おいしい。うん、おいしいわ。いや、ほんまにこれ飲みたいぐらい。そんな言い過ぎ。そんな言い過ぎや。ぜひみんな食べてね、絶対に。梅プリン、ママ激推し。またかな。そやに、これは梅とバニラのミックスやね。さっき梅だけやったやろ。食べ過ぎやん。ちょっとミックス食べたいなと思って、お願いって言ってもらう。一口だけちょうだい。なんぼでもいけんね、ほんまに。めっちゃ美味しいから、これ。うん、梅ソフトめっちゃ美味しい。なんぼでもいけるよ、これ。バニラも美味しい。うん。うん。うん。あ、う、あ、バニラとのミックスの方が好きかもしれん。いや、バニラ美味しいね、これ。なあ。でも、まあ、梅が。マジってさ、ちょうどいい。ちょうどいい。なあ。美味しいわ。花より団子。はい、ということで本日の動画はこれにて終了したいと思います。あの、パパ後ろ読んでかぶってるのに全かぶりやで。全かぶりや、パパどこでしょうか、パパは。はい、ということでね、終わりたいと思います。はい、皆様ね、この時期は、うん、梅の時期ですごくね、梅が綺麗ので、うん、ぜひ月ヶ瀬に来た時は小谷商店にどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。かわいい。こんにちは。こんにちは。そして皆様、カレンダー企画覚えていますでしょうか。今月の2月の写真はこちらにしました。いやー